あ、シリーズ始まりました。早っ。これ廃校なの？これ廃校ですね。これ。これは何だ？ここから降りるんだ。山だね。川？惜しいよね。惜しい。運動会じゃん。ここから見えちゃう。いろんな年代の子らが重なってるんですよ。重なって見えるんですよ。それがいっぱい見えて運動会みたいに見える。ああ、なるほどね。例えて言うならば、定年退職した気分なの。神社とかそういうのもないパワースポットになる。はい、始まりましたね。いや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 、あのね、はい、先週はなんとかガチやったじゃん、はい、はいはいはい。もうね、先週ボロボロだったんですよ。そうですね、いろいろありましたね。田川寛太を知りたかったら Facebook をやってですね、はい、僕のところに行ったら友達申請しました、ね、はい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 。Facebook が一番僕がどういう状況だったかっていうのはあれなんですけど、うん、そうですね、速報ですからね、もうあれなんですけど、うん、とにかくね、うん、ひどいんですよ、ここもう。でも基本的にはその5月ぐらいかなんでしょうね。5月ぐらいなんだけど、うん、でもそれはまあいろいろね、はい、流れっていうのもあるだろうし、浮き沈みは絶対あるもんだから、はいはいはい、そんなにナーバスにはならなかった、はいはい、このその1週間、はい、もうね、君たちには2人は回ってないところで行ったけど、はい、もうあと俺殺すしかないよねっていうぐらいもう追い詰められてるんですよ。言ってましたね。毎日3万円以上飛んでいくんですよ、はい、それも変なトラブルで、はいはいはい、ほんならまず経済が破綻するわけですよ、うんうん、経済が破綻した後に何来るかっていうと、次ね、体がおかしくなるんですよ、はいはいはい、僕は実は前立腺に軽いがん持ってまして、はい、ね、で前立腺疲れると前立腺が腫れるっていう、はい、もう前立腺が腫れたらもうきついもんで、はい、もうチンコが役に立ちませんからね、はあ、痛くて腫れちゃうんですか。もう皮から何から、はい、気筒から何から、はい、もう炎症を起こしちゃう、はい、なるほど。性病になったのかなと思うくらい、はいはいはい、ね、ほんでもう動けないんですよ、そうなったら、はい、かつ首がまたやられちゃって、はいはい、右半分がもう痺れてると、はい、ね、ほんで歯も割れちゃうみたいなね、はい、もう何なんだこれはと、はいはいはい、1時間に1回何か起きるみたいな、うんうん、それがね1週間ずっと続くんですよ。ね、ほんでもう殺せやいいじゃんじゃとか思ったら、はい、その今度は家族にいろいろトラブルが来るんで、はい、うん、ねえ、もうそんなんばっかりですよ。何なんですかね。でね、もうこうなったら、うん、もうみんなね、 Facebook とかだったらね、おばさまに見てもらいましょうとかね、おばさまに見てもらいましょうとかね、あのね、おばさまは便利屋じゃねえからね、まあ、そうですね、困ったらすぐにね、おばさま助けてくださいなんて、うん、そんなの言えるわけなくて、うん、またそうですね、ギリギリまでね、もう場合によっちゃもう殺されてもいいやって言って、
何に殺されるのか分かんねえけど、来るなら来いバカとか思ってたら、うん、おばさまから電話がありました。あ、マジですか。さすがにもう見てらんないっていうので見たと、はい、見てもらったところ、はいはい、いつだったっけ、あの学習楽、あ、行きましたね、の流れ以外のとこ行ったじゃないですか。はいはい、行きました。廃墟、はいはい、全く関係ないところ、はい、あ、ここ関係ねえやって言って、うん、行きましたね。あそこにいた女の幽霊が超怒ってるらしい、ね、マジっすか。入ったことに、うん、はい、ほんでもう俺殺す勢いだったのって。マジですか。うん、とにかくこいつをもう許さない。はいはいはい。で、なんでかっていうと、荒らした、汚したって言うんですよ。はい。いや別に入っただけだから、何もそういうことしてないんだけどなーって。うんうんうん。うん。行ったらですね、よくよく考えたら後ろの人がですね、カメラの回ってないところでですね、あの、まあ、やんごとなきことが起きまして。まあまあ、そうですね。うん。まあ、生理的現象がね。ねえ、はい、まあ、アウトドア、アウトドアボムみたいなね、まあ、ボムの方ですね。うん、アウトドアボム、うん、完全に僕のせいじゃないっていうのをかまして、紙あるとか言ったらティッシュ、あ、ありますって言って、そのままティッシュもビャーじゃないですか、うん、それかなって言って、はいはい、よしと、はいはいはい、それは怒りますね。実はその後よしおかしくなってるんですよ、ちょっと。そう、確かに、うん、うんうん、声が悪くなって、そうそうそう。ほんでそれが終わって俺に来たんですよ、はいはい、ちょうどその日に会うんですよ、はい、ほんで、とにかくひどいことになってる、うんうん、今までその順調にね、なんか物事を進めたり、はい、前に行けてるのが全部壊されにされたって、うんうんうんはい、だからちょっともう謝ろうっておばさまが、はいはいはい、うん、ね、もうとにかく謝って許してくれるんだったらまたね、その、はい、戻せばいいわけだから、はい、とにかく謝ってって言って、はいはい、謝りましたよ、真剣に、はいはい、ならね、分かった、もう分かってくれたらそれでいいからって言って帰ってったんですよ。マジっすか。うん、ほんで、元にね、いろいろ戻してもらったの、はいはい、うん、でもね、後ろの人がえらいことになってた、はい、ボロボロか、うん、服がボロボロ、はい、ほんで、もうくったくたなんだって、はいはいはい、で、どうしたのってお子様が聞いたら、いやもうあんだけダメージ食らってたけど、うん、もう精一杯守ってたから、はいはいはい、それでも止められなかったんだってあいつって言って、うんうんうん、相当強敵じゃないですか。強敵だったんだって、うん、ほんでもう、はい、もうちょっと休ませてほしいって、うんうん、もうあんた休んだらガチ行った時とかどうすんの、いやそこは自分で何とかしてくれって言うから、はい、うわ、じゃ何言ってんだよって頑張れよみたいな話で、で後ろの人が一言ポツッと言ったらしいです。もうガチやめてって言って。いやちょっとごめんなさいね。ガチもうやめて。ああごめんなさい。ちょっと待って。あ大丈夫でごめんなさいね。ちょっとごめんなさい。ちょっと向きをね。ちょっとごめんなさい。どうですか。はい。まあ、とにかく休むって言うんでね、うん、いやいや服だけちゃんときれいにしようよって言って、いやもういいんだって言って、はいはい、ちょっと休ませてくれて、あんたねいつもかっこいい服着てねピシッと決めてたんだから最後までやんなさいよみたいな感じで、おばさまにきれいにしてもらって、うん、ほんでなんか欲しいものあるって、俺も優しいからさ、はい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 、相棒に相棒っていう指導霊に向かって相棒っていうまあでも相棒ですよね、うん、なんか食べたいものとかありませんって言ったら、あーそうだな、フルーツ食いてえなって言って、はいはいはい、果物が食いてえって言って、うんうん、不思議なことなんですけど、はい、俺ね、果物嫌いなんですね、基本。ああ、そういうの監督も食わないですね。あんまり食べてる、見たことないでしょ、うん、ないないない。でもね、ここ最近1週間ぐらい、うん、なんかマルエツとかで買い物行くと、はい、なんかフルーツ見に行っちゃうんですよ。あ、本当ですか。うん、結局買わないんだけど、はいはいはい、だからおばさま曰く、その後ろの人が果物食べたがってるからとにかく買ってきてあげてって言われて、はいはいはい、うん、でね、分かった、じゃあ果物買ってきますよ、リンゴとかみかんかなって言ったらバナナって言って、
バナナ。バナナが好き。違うの。バナナって食べたことないから。ああ、なるほど。あのお酒のパターンですね。うん。食べたことないから、バナナ食いて。はいはいはい。うん。もういいよって。はい。他お酒とかいらないの。ああ、お酒いいねって言って。うんうんうん。美味しいお酒を頼むって言って。はい。なるほどね。冗談じゃねえって言って。その後飲む人いないんだから缶チューハイにしなさいよって言ったら、しょうがねえかって言って。なるほど。で冷たい水をくれって言って備えたんですよ。はい、で、それが終わったら、多分バナナは娘と平に食べさせて。はいはい。要は後ろの人がのお供え物だからいいって言って。で、マキリもね、腰言わしちゃって、そうですね、そうそうそう、うん、でもそれ飲んだら治るから、はい、で水は俺がもらったんだけど、はい、絶好調みんな、あ、マジですか、それでさすがですね、うん、もう娘にだってはね、うん、もう大会でバッコンバッコン打ったとか、はいはいはい、うん、バナナすげえとか言って、うんうん、いやバナナがすごいわけじゃないんだけど、うん、うん、っていうような話なんだけど、はいはい、そういうので、うん、で総括しますと、はい、僕はあと 2,3 日でそいつに殺されてました。マジっすか。うん、うん、多分もう何にも残ってなかったから、うん、あとはもう許さんってなってて、はいはい、命もらうしかねえみたいな、うん、そんな状況までね、うん、追い込まれたんですよ1週間。なるほどね。でそれが終わってやってもらったじゃないですか、お母様にね。ほらね、まあ今日ですよ、うんうん、もう朝からなんかね、人に優しくなれる。そう、ああ、いいじゃないですか、うん、それまではね、もう向こう行けみたいなね、はいはいはい、そんなんなんだけど、ああいいよいいよみたいな形でね、うん、人に優しくなれるんですよ。いいじゃないですか、いいじゃないですか。で、今までだったら本当に妨害みたいなことばっかりだったのに、うんうん、今日はもうみんなが協力的みたいな。なるほどね。うん、そんな感じでね、素晴らしい、全部やってもらったんですよ。はいはい、いや、よかったです、さすがです。やっぱりそこは本当に申し訳ございませんでした、うん、いや、もう九死に、いや、でも5月ぐらいからおかしかったから、俺はそれだけじゃないと思うんだけど、でもそれは一種その人生の流れだから、そんなに気にしてないんだけど、うん、いや、でも完全に監督がとばっちりなわけじゃないですか。いや、まあしょうがないじゃないですか。もまあ、いろいろな流れの中でだからしょうがないよ。いや、わかんないよ、それは、うんうん、どこの人かは分からないとおばさまも言ってたから、はい、多分ね、どっかでもね、確かにね、うん、俺廃墟多かったじゃないですか、はいはい、あれどこの廃墟かね覚えてないんだけど、あ、やっちまった、やべと思ったところはあるんですよ。マジですか。うん、僕そこじゃないかなと思ってね、はいはいはい、だからね、動きついてもきますからね。ただ残念なんですが、はい、後ろの人が今リハビリ中なので、はいはい、僕には今守護霊さんがいないんですよ。ああ、なるほどね。守ってくれる、うん、守る方がおらん、ね、そう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 、うん、なので今僕はノーガードなんですよ、はいはい、うん、自分でひとまず何とかしてくれって言われてましたから。あこれ結構初めてのパターンですよね。ああ、なんで、ああ、わかりましたっていう形だから、まあ何が起こるかわかんないよ。確かに、そうですね。ただね、ちょっと廃墟とか今入れない。まあ、やむを得ないですね。廃墟とか、ちょっと中に入るとかいうのができないんですよ、はいはいはい、ガスンってやられた時はもう今度はもうね、うん、アウトな、アウトなわけという1週間だったんですよ、はい、なるほど。本当にもう死一歩手前だったんです。確かにね、監督殿のね、フェイスブック見ると我が輩も心配になってたんで、なんだろうなってずっと思ってね。でも原因不明だったわけじゃないですか。そうそうそう、とりあえず1時間に1回落下が起きる。でね、関係各所にね、いろいろ僕も連絡回すじゃないですか、うん、で、編集の S さんとかね、うん、はいはいはい、連絡した時にみんなから言われましたけど、監督大丈夫ですか、うん、とにかく、うん、いや、まあ、なんとか生きてるか分かりますけど、うん、さっきも電話で話しましたし、うん、まあ、電話かける人かける人に監督大丈夫、監督大丈夫って言われてた。それくらい、うん、
本当にあと 2,3 日、はい、手遅れになってたら死んでました僕。危ない。だからちょうど、明日明後日までにはもう僕は死んでたんでしょうね。呪い殺されたっていう、はい、うん、危ないですね、っていうような形だったんですけどもね。無事で何を。いや本当です、本当です。本当僕は申し訳ありません。しかまあまあまあ、まあ、しょうがない、しょうがない、それはどうかわかんないよ。わかんないけど、でもとりあえず僕もおばさま電話して、ね、僕も一言詫び入れないと。いや詫びというよりも違うんですよ。あんまりひどいようだったらよしくも見るって言ってましたよ、ね、うん、具合が悪くてね。というか一回来なさい福島にって言ってたけど、おばさま寂しいだけなんじゃねえの。俺らと遊びたいだけなんじゃないの。それもあるかもしれない。まあでもね、俺を見てもまた福島行かないとね。いや俺はちょっと行ってこようかなと思ってるんですよ、はい、10月中ぐらいになんかマンダラ展っていうのを今やってて、はい、本物のマンダラが今東京から福島に移動してるらしいんですよ、はい、ああはい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 、うん、でそこそれ見に来なさいよって言って、はいはい、ああそれいいですね、うん、で言ってちょっと俺もなんだかんだ言って枯れりなんだかんだ言って、楽にはなってるんですけど、はいはい、やっぱりダメージはすごいらしいんで、うん、っていうのでね、ちょっと行ったらどうかと思う。なるほど、うん、っていうふうに思ってますよ。マンダラっていうと、こう作ってるんですよ、これ一ベッドね、はいはいはい、うん、あれなんですけども、まあちょっと行ってこようかなと思ってるんですけど、はい、でもね、ちょっとね、そういう状況だから、はい、先週のね本線なんてね、はい、普通の精神状態じゃないわけですよ。はいはいはい、うん、まあそうですね。でさ、ポロクソ言ったじゃん女の人。あ、見ました見ました見ました。ねえ、俺は何の後悔もしてませんよ。言ったことに対して、言ったことに対して何の後悔もしてませんし、反省もする気は全くさらさらないんですが、なんかね、GTG のファンの人らがね、あれ言い過ぎだとかね。うわーってなんかなったらしいですよ。はいはい、うん、チラッと読みましたけど。一応ね、ちょっとお祝い事があったんでね、はいはい、そうですね、そこの中でか書きましたんで、はい、一応覗くっていうことだって僕はあるんですよ。はいはい、ね、ほならもう言ってくれるなみたいな。はいはい、うん。言ってくれるなっていうのもあるんですが、まあ私どものですね、ずっとまだ GTG がですね、始まる前、もっと言っちゃえばもうなんてどれぐらい前からですかね、お客さんが少ない時からずっと応援してる静岡からね、軽トラで来るファンおっさんがいまして、で最初は奥さんもね、何してんだよって怒ってたんですけど、奥さんもついにファンになりましてね、で、娘さんが生まれました、はい、なんで、まあ、いつもね軽トラでね、なんだろう、トコ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 来るかわけだから、うん、まあ僕はファンクラブ会長っていつも思ってるんですけどそれぐらいね、うん、一生懸命やってくれまして、で、まっちゃんか、うん、あれなのでいきます。はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア、なんだろうね、名前は何て言うんですか、わかりません。いやでも松田なんですけど、松田、ま、女の子、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、はい、なんですよ、はい、うん、まあ僕いい人と思わないでくださいね、これびっくりしましたよ、だって、うん、ちょうど僕がニコ生やってたんですよ、うん、はい、そしたら、ちょっとトラブりまして、うん、1枠で終わるのもあれだなと思ったので、うん、2枠やったんですけど、うん、1枠目終わるギリギリぐらいにやっと見えましたみたいな感じで来られて、はいはいはい、みんながおめでとうございます、おめでとうございます、うんうんうん、何のことかなと思って、無事出産しました。そんな時にニコ生見てしまった。奥さんと一緒にいた。いや、あのね、うん、あのね、いないんですよ。あ、うん、特に帝王切開とか、はい、あれだったら、はい、もう奥さん処置してるって言ってますから、
あのいないんですよ。一人でもうあれかってやることないんですよ。なるほど、ね、本当に。まあ本当ね、出産の時は男は無力だって言いますけど、ね。まあね。まあ確かにそりゃそうですよ。あのパワー見せられちゃね。うん、だから、うん、あれですよ。やることないんですよ本当に。ね、ましてや何人2人目か3人目でしょ。はい、うん。本当にやることないよね。本当に、うん、だと思うんですが、まあめでたい話でございました。そうでございますな。ね、素晴らしい。というのはね、素晴らしいことです。素晴らしい素晴らしい。はい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 。ね、はい。だからもうそういうね人間なんだから。はいはいはい。ね、あの弱いところを見せれば強いところも見せますよ。はいはい。もうだから反省もしまけよ、後悔もしませんよ俺。それでドン引くわーとか言われたら、しゃいいじゃねえかよ。てか今までどれだけ田川関東を見てきたんだっていう。ね、あれあれでも可愛いよ。可愛い方だと思うんだけどな俺。あったあった。そこでわー言ってる人は、うん、どっかぐさっと来たとこあるの。いや俺そうじゃないと思うんだよ。あのね、僕はいつでも愛に満ち溢れて受け入れてくれると思ってるんですよ。はいはいはい。なるほど。ミスターラブですからね。あのね、うん、あのミスラブ。違うんです違うんです。何ですか何ですか。うん、あのなんていうの、優しくていいことしか言わない人だと思ってるんです。誰がですか。俺。ミスター田川が。うん。なんでちょっと優しいこと言ってみてください。え、今優しいこと言ってみてください。寒いかいって言って。お腹は空いてないかい。もっともっと言ってみて。お腹は空いてないかいって。ちょっとお腹空いた。それもまだ優しさで返さなきゃいけないの。そうですよ、ずっとです。マックでも行くかいって。え、私なんかちょっともっと美味しいもの食べたいな。あ、じゃあ食べたいことは何でも言うがいいさ。じゃあちょっと朝から、うん、タイ料理食べたいんだけど。死ねよバカ。ね、ほら。あのね、嫌いだからね。いやいや、まあそれ、あの、まあどういったらいいの。いや、カノ君は惚れた方にはこうですよ。何ですか。かなりこうですよね。どういうことですか。続婚ラブになります。ああ、いや惚れ込んだ方。監督どうだって、あの一途派ですもんね。だいぶ一途。あのね、なんだかんだ言ってね、うん、豆ですよ。はい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 。うん、うん、あ、そういえばとか言ってたら、うん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 、で、人間だからね、万人にそうできるわけでもない。まあね。ね、簡単。なんだよ。いつまでも私を愛してくれる。そう言った瞬間に本当にぶん殴りたくなるんですよ俺。あ、そうですか。あ、そうに逆に言われるとね、もう、もう、なんなーってなるんですよ、俺。なるほど。え、じゃあどういう風に言われるとキュンってことですか、タカアカンタは。いや、何も言われない方が。あ、そうですか。え、結構、だからその、なんていうんですかね、淡白的な感じの女性が。追いかけられるのは、ちょっと苦手ですね。あー、なるほど。追いかけられるのは苦手。追いかけたい。うん。追いかけたい。監督が追いかけたい女性。うん。どう、四谷のクソビッチですよ当時。そんなんすか、マジですか。いやいや、そこまで追いかけちゃいませんけど、なんだろう、ただ、はいはい、追いかけてる時の俺って本当にダサいんですよ。あ、そうですか。もう全然使い、いや、イメージ全然そうなんですよ。全然使い物になんないし、バカだし、仕事は雑になるし、もう100回あって1理なし。あ、そうですか、うん、それは二郎さんも止めますよね。そう、本当にあのね、逆にね、それね、良くないんですよ。まあ、でもまあぶっちゃけ言うと、そういう田川寛太は見たくないかな。そうでしょ、うん、あのね、見た、みんなが見たくない田川寛太になっちゃう。あ、それは良くない。うん、うん、それは良くないよ。そう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 、なるほどな。そっかそっかそっか。ゾッコンラブはいいんだけど、そういうふう、ゾッコンラブはいいことだよ。あれ、ゾッコンラブじゃないんですよ、それって多分。ああ、え、でも、じゃあ何ですかね。逃避なんですよね、多分。逃避、逃げてんの。うん、なんかに逃げてる時なんですよ。はい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 。うん、なるほどね。まあ、そのね、クソビッチさんの時も言ってみればそんな感じなんですね。そう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 。だから、心の隙間ができた時にキュッと入ってくる、なるほど、
ヴァンパイアみたいな女に引っかかるんですよ、そういう時に。俺はそんで吸い込まれるわけだ。そう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 、なるほどな。エナバーンさんですね。エナバーン、え、なんですか、エナジーヴァンパイアさん。そうそう、エナジーヴァンパイアみたいな女がキュッと入ってくるのよ、俺の場合。なるほど、なるほど。怖いですな、怖いですな。いやいや、それで全部さ吸い尽くされるのもダメでしょ。いや、もうだから俺はね、吸い尽くされるまで、うん、あのね、落ちちゃうんですよ。マジっすか。うん、だからみんなが見たくない高橋さんだったんです。ああ、でもそれは見たくないな、みんなな、うん、本当に。で、また口が達者だから、うん、みんながそれらしくしっかりしてくださいよみたいな言うんだけど、それ全部論破しちゃうんですよ。一番立ち悪いですよ。そう、一番立ち悪いよ。軌道修正みんながしようとしてる。そう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 、する気も起きなくなっちゃう。うん、ああ、論破してしまう。論破してしまう。なるほどな。いや、本当は論破、みんなの気持ちも分かるんだけども、ああ、もう分かってないですね。分かってない、うん、そういう時は分かってない。分かってない。なるほどね。俺が正しいと、正しいとか言うよりも、もうどうでもいい、そんなのは。お前らなんかどうでもいいってなっちゃうんですよ。なるほどね。やばいでしょそれ。いや、もうそういう、だからそういう女性がね、監督がそうに思っちゃうぐらいの女性が現れないのを我が輩たちは願うね。願うしかない。常に目を光らしてね。そうそうそう、だからいい関係の時っていうのはすごく、その話してても接しててもすごくそのフラットだし、はいはい、冷静なんですよ。うんうん、だから、はいはい、普通の会話したり、うん、そのちょっとしたね、あ、いろんなことできるんだけど、ね、はい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 、そのエナジーヴァンパイア系はもう、いや、ダメでしょ。エナジーヴァンパイア系は本当に、だってもう本当心底もう、あ、そう、骨までしゃぶる的な。いや、骨だってどころじゃないですよ。な、無理だ、無理です。いや、もうなんていうんですかね、もう跡形もなくなるまで吸おうと思ってダメでしょ。で、吸った後にもう吸うもんがねえなって言ったら、もう本当にゴミ捨てますからね、ゴミみたいな。本当ペッ。でもさ、そこまでもうさ、なんかこうそういうタイプはこういう風になるってさ、うん、大体予測がつくわけじゃないですか。いやー、エナジーパンパイはつかない。わからん、わからない。心の隙をついてくる、ついてくるから。ちょっと待って、それはいろんなパターンっていうかタイプはいるんですか。何ですか。そのエナジーパンパイア系の、エナジーパンパイア系ですよ。ああああ、いろんなタイプがいるんですか。はい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 、いますよ。いる。ああ、それはわかんないな。あの、本人がまあそういう、うん、もう分かっててやってる場合もあれば、うん、気づかずにやってるパターンも。そうね。ああ、そうかそうか、うん、だからそれがすごい、なんていうの、自然な人だと面倒ですね。だから、ああ、はいはいはい、考えてないで自然な人、うんうんうん、それ面倒ですね。でもね、エナジーパンパイアって大体それよ。マジですか。うん、じゃあ気をつけろーっていうの。じゃあでも本人は悪気はないわけでしょ。悪気も、悪気っていうか、もう一種サイコパスみたいな考え方ですから。なるほどね。それが何みたいな。それが何。いや、それだけですって言って、ね、白昼の資格ですよ。めんどくせー。いやいや、本当に白昼の資格でこういうシーンがあるんですね。はいはい、夏休み伊沢さんが主人公なんだけど、はいはいはい、お金騙して、うん、佐藤圭さんからお金をぶん取るんですよ、はい、会社からね、はい、だから佐藤圭さんは責任取って切腹するんですよ、はい、その社長が夏休みさんのとこに行って、あなたの完璧な詐欺だから、はい、でも法的に何もいじれないんですよ。はいはいはい、それはね、その人が、あなたは何もそれを思わないんですかって言ったんです、うん、社長が、はい、ええって言って本当に残念でしたね、はいはいはい、それだけですかって聞いた時に、ええ、他にはって言ってんですよ。そんな感覚、やだー。最初、人間がお腹減った時に物食う、なるほどね、意識はありますか。そう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 、そんな感じだよ。本当に本当に、それも嫌だな。うん、そういうやつなんだって。うん、でも魅力を感じちゃう。違うね、魅力も何もないんだよ。いや、うん、釣られちゃってるわけですか。そう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 、そうそうそう。だからある意味、四ツ谷のクソビッチ対福島のおばさまだったんですよ。なるほど。はいはいはい、まあ、そうですよね。そう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 、一時の図式はね、一時の図式は。なるほどね。うん、フルボッコにしたらしいですけどね、うん、なんだろう、なんだろう、スピリチュアル的に、はい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 、チューブというチューブを持ってる棒を叩き割り、そう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 、うん、
でも言ってましたけど、あ、この子40まで来てないかもって言ってたから。あ、マジですか。なるほどな。で、あ、そうなんだ、それはかわいそうだなって心で思った瞬間に、おばさまがかわいそうとか思っちゃダメだよって言われて、わおって言って、この子はもうね、人間じゃないからいいのっていう。はい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 。おばさまにそこまで言わせるって。そうこの子が不幸なのかなんだろうか、全然なんとも思わない。まあ。だから人間じゃないものって言ってたから、おって言って。っていうぐらい、はい、見物でしたよ。なるほどね。監督にはそれぐらい言わないとダメだったのかもしれない。何ですか。それぐらいのことをおばさまに言わないと、そのぐらいどぎつく言わないと、この人も断ち切れないだろうね。ああ、なるほど。いやいや、別に、その時はもう断ち切ってんだけど、はい、断ち切ってもなんかが変なことが起きるんですよ。なんかが引っかかってた。そうなんかを引っ掛けてきてた。なるほどな。まあね、そういうの考えるとね、いろいろね、怖い話がいっぱいありますよ、本当に。はいはいはい。だからさ、この1週間家にも出れなくてさ、うん、もうね、DVD ばっかり見てんだよ。はいはい。家からもね。家から出れなくて。うんうんうん。さ、もうツタヤに通うっていう、はい、うん、見たくもない映画をさ借りてさ、まあ、だから最近レビュー書いてたんだ。そう大体監督が Facebook でレビュー書くときはなんか調子悪いとき、うん、そうで、俺が映画見てるときは調子悪いときだからね基本的にすんごい調子悪いんだよ。存じます。面白いなと思ってはいるんだけど、はいはいはい、あれなんだよね。なるほどな。イライライライばっかりするんですよ、やっぱり見てたら。うん、ね、最悪なのがリメインズっていう映画を見たんですね。熊のやつでしょ。熊のやつ。我が輩もちっちゃい頃に見まして。あ、そうですか。うん、あ、もうびっくりすることが一個あって、はいはい、主演女優が異常にブサイクなんですよえ、熊に食われるやつですか。違う、あれデビュー作なんでしたっけ。確かデビュー作ですよ。はいはいはい。もうね、主演女優がね、びっくりするぐらいブスなんですよしかもエンディング歌ってましたよね。あ、そうなんですか。もうそこもう終わったらピッて切りましたから。え、誰ですか。なんとかミカって、松村ミカという人なんですが、要はそのなんていうのかな、まあ抜擢されたんですよ、はいはいはい、でそのリメインズっていう話はどういう話かっていうと、要はヒグマの三毛別、ね、あれをモチーフに、はい、ジャック20周年記念っていうので千葉真一さんが監督したわけですよ、はい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 、ね、音響全部真田広之さん、ね、映画音楽の、はいはいはい、音楽監督ね、うんうん、志は高いんですよ、はい、でも一個一個が何かが残念なんですよ。なるほどね。何かに似てるなと思ったらネズラと一緒でしたね僕と千葉ちゃん一緒ですで褒めるところは全部人間ドラマのとこ、はい、いいシーンいっぱいあるんですよ、うん、ああここはやっぱりベテランの人だなって、うんうん、これはいいシーンだなとか言って うん、ここのシーン全部ね熊関係なし、はいはいはい、でもね熊出てきた途端に急にダメ映画になるんですよどっかで見たことあるよ、あれどっかで見たことあるよって言って、ね、人間ドラマはすごくよくできてんの、はい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 、あれそういえばリメインズもあれですね、うん、割と早い段階で熊出しますね。もう一番最初に出てきたもんそれもね着ぐるみなんだわーあれ着ぐるみなんだよ。あー、ちっちゃい頃だからわからんかったな。まだでもね、うん、初めの頃ってのは短いカットあってなんとかその本物のクマと合わせてカットバックスみたいなのが見せてんですけど、クライマックスはもうそういうのももういいやってなってもう着ぐるみガオーガオー怖いぞーみたいな。だってさ、こうやってこう構えてる時にクマがこうやって襲ってきましたからね。うわー死んでるっちゅうね。クマはもうこの時点で熊にこんなのされたらあとこうでも死んでるっちゅうそうですね。いや助けてかーみたいなもう助けてくれ、あんたもう死んでるよそれ。もうねうん、誰かが力尽きたんだろうね、はいはいはい、でもね本当にねいいシーンがいっぱいあるのよ、はい、あ、これは今のはいい演出だなって言って、やっぱりね
俳優さんもね友達呼んだと思うんですよ、はい、出てくんねえかみたいな話でね、ほらよいいよって言って、でその俳優さんらがやっぱり息に感じてるって俺ダチだからさっていうので、はいはい、あの真剣にやってくれてんのよ芝居を、はいはい、だからちゃんとねお芝居も見れるの、うんうんうん、じゃあね、はい、その新人のその女優ですよ、はい、ブッサイクな女優、ほんとブッサイクなんだよびっくりするぐらいブッサイクなんだよ、はいはい、ほんで主演のもう一人が真田広之さんですよ、はいはいはい、当時の真田広之さんって言ったら今の福山雅治とかあそこら辺ですよ、深かったですね、うん、ねえ、でもう多分ねキムタクが目指してる俳優さんですよ、はい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 、そうですよね、うん、キムタクがこういう芝居やりたいっていうのが真田広之さんなんですよ、うんうん、でもうある意味みんな一流なんですよ、はいはいはい、そこにあのブサイクがね主演女優って来るわけですよ、はい、真田広之さんと何々とか言ってこう絡んでもブサイクなんですよやっぱり合わないんですよ真田広之さんだって、はいはいはい、でもねブサイクだなこの女優って思うんだけど芝居がすごい上手いんですよものすごい上手いんですよ、はい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 、まあ、そういうところでこう見込まれたんですよね、そう、うん、それもあるしね、うん、松村美香さん、そう、松村美香、雪役です、うん、ほんでね、例えば親が殺されてね、熊で、はい、なんとかーって言って言うんだけど、はい、今の女優なんてのは高い大きな声でキンキン声で叫んでるだけなんですよ、はいはいはい、あーみたいな、はいはいはい、でもそのぶっさいくな女優はちゃんと叫びになってるんですよ、はい、あー、なるほど、うん、だから私も連れてってくれって言うんだけど、うんうん、それがちゃんとそのキンキン声でじゃなくて叫びになってるから、はいはい、余計に哀れに見えるし、うん、かわいそうだなって言って感情移入できるんですよ、はいはい、ただブサイクなんですよなんだろう、なんかね、土臭い感じというか、そう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 、あれですよね、うん、だからああいうね、熊と戦う女がね、こんなチャラチャラ綺麗なわけねえだろと、はい、こういう安い意味あふれたこれでいいんだって、正しいんですよ、それは。千葉監督もそうやった。それ千葉監督もそうだし、プロデューサーもしょうがない、この子で行こう、うん、勝負かけたんですよ、はいはい、冒険しすぎだってでも芝居はいいと、うん、アクションもすんごいうまいんですよ、あれね、塩見悦子よりうまいですよ、マジですか、うん、まあジャックが使うくらいですか、はいはいはい、あの、まあ、塩見悦子さんよりうまいですよ、はいはいはい、うん、塩見悦子よりもうまいのにもかかわらず、うん、ただ塩見悦子さんは美人じゃないですか、はいはい、でも彼女は俺はよ、っていうぐらいをハイキックでやるぐらいだから、はいはい、いい女なんですよ、はいはいはい、もうあのまま殺しちゃえばよかったんだけどしてます、してます、余談ですけど、はい、俺はよってまた息があって、はい、ハイキックで KO して失神したんですって、はい、あいつ、はいはいはい、あいつって、はい、分かります分かります、長渕ですけどね、分かります、はい、長渕ね、はい、ハイキックで失神したんだって、はい、塩水子さんにやられて、そう、おいみたいな形で息があったら、はい、塩水子さんが反射的にハイキックやってガーンやってそのまま痙攣して失神したんだって、ほんで塩水子さんが殺したと思って、はいはい、千葉真一さんに電話したらしいんですよ、はい、あの千葉さんやっちゃいましたって言ったら、はい、あ、悦子、お前正しいってお前正しいって千葉さんは正しいお前が正しいっておたまかせろって自己処理をしようとしたなるほどなるほど、あの千葉真一がおたまかせろなるほどねっていう感じ、はいはい、まあそれは感じですよ、はい、まあまあいいですよ、リメインの話しますけど、はいはい、ね、うん、本当に、ほんでね、ちょっとずつが残念なんですよ、はいはい、貧乏な村の出身なんですよ、みんな、そうですね、服が綺麗なんですよ、あー、なるほどね、うん、だから全然リアリティがないんですよ、あー、うん、うん、なるほどねでもね、いい芝居見せてくれるんだよ、ところどころだけど、うん、だけど、だけど、まあ、支援女優がブサイクなんですけど支援女優がブサイクなんですいや、でもね、うん、でも、回ってないところでさ、はいはい、デンちゃんとさっき盛り上がってたじゃん、はいはいはい、長州力みたいな、はいはいはい、長州力みたいな佐世子が高校時代いたんだけどって言った、はいはいはい、でもどこまでやれますって言って、はいはいはい、うん、ブサイクはって言って、はい、俺ね、松村美香っていう人だったら全然やれますね、あ、そうですか
結構ハマるかもみたいな。なるほど。っていうぐらいいい感じなんですよ。なるほどなるほど。結構ね、衣装もね、あの女またぎみたいな。あれはあの大正時代の水着なんです。あ、そうなの。なるほど。大正時代が女の人が泳ぐ時のあの水着の姿なんですよ、はい、あれ。でも割とセクシー。ええー、でもそれ見て何とも思わないんですよ。ブサイクのくせに何やってんだお前この野郎って言って。でもそれがいい具合なんでしょ。いや別に。本当にこれいらないよなって。本当に。ほんでクマが。着ぐるみでしょ、ガオー怖いぞ怖いぞ、クマだぞみたいな、はい、そんな感じなんですよ、はいはいはい、もうね、わかった、俺がやる、はい、千葉ちゃんの敵は俺が取る、はいはい、あの、三景別の、あの、クマは俺がやる、はい、うん、大丈夫ですか、何ですか、あのドラゴン監督が肩取るからって言ったみたいなミストみたいな感じにならない。いやでもミスター面白かったもん。面白かったです。うん。まあ俺もだいぶ脚色しますけど。はいはいはい、うん、だいぶ脚色するんでね。うん、あれなんですが、多分うん面白くはできるんですよ。うんうん。うん。で三ヶ月は本当にね、あの監督も一回やってみたいって。うん。あれは俺がやるんでしょうね多分。うんうん。誰もやらないっていうことは。ですが、でもね、俺はリメインズをね、はい、モチーフにやるって宣言しちゃうでしょうね。なるほどね。うん、じゃあ俺はブサイクやるよ。熊嵐じゃなくてリメインズ。リメインズを俺はリメイクするんだって言って。なるほど、千葉真一監督の敵を俺が取る。はい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 。こう。だから菅原文太さんの役を俺千葉さんにやってもらいますよ。なるほどなるほど。うん。ね。ね。村尾さんみたいな感じ。そう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 だそうだ、ね、やってもらいますよちゃんと。影虎、俺はテックアウトそれは違う方だねそれは影虎、戦国な自衛隊の方だ千葉さんとやるよ俺は、はいはい、サニー千葉とやるよサニーともう一回クマ殺しに行きましょうやりましょうっつってそう、そこはトークじゃあ任せるよ。おお、クマできたんだって見せてくれよ。これですよ、千葉さん。クマだぞ。お前、お前、これは、おお。これでいきましょう。僕ら入りますから。クマだぞーって。アクター自ら入るで。アクター雇う。いいじゃないですか。ジャイのアクター雇えばいいじゃん。何がですか。ジャパンアクションエンターテインメントの役者でいいじゃないですか。いや、ジャン。ちょっと違うんだよね。あ、うん、やっぱりこういうになっちゃうんですよ、はい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 、まだねえ、俺がリメイクリメイクしますよ。いやでも見てみたい、それえ見てみたいですね。あ、うん、もうちょっと良くなるんですよ。はいはいはい、うん、もうちょっとだからかなり良くなりますよ。リメイク僕も好きです。なんだかんだ我が輩もね、すごいインパクトあるな、あれやな。あれけど俺はあんまり好きじゃないよ。いや結構好きですよ。うん、だだ好きとかするんだけど、インパクトがすごく怖かった。我が輩はちっちゃい時見たんで。ああ、そうですか。熊だぞーっていう。本当にびっくりだったから。熊が出た時の BGM もね、確かに。あとね、真田広之さんの、あの音楽監督ね。はいはいはい。あのね、いや、当時、うん、あの、楽曲を選曲したっていうのはいいセンスしてると思う。はいはいはい、ただあの、うん、これ素人っていうか、うん、あの音工っていうか、あの音楽入れる人間、初めて入れる人間の、はい、あの典型的なダメなところなんですよ、はいはい。それ何かっていうと全部に入れちゃうんですよ。なるほど。うん。なるほどね。ここはない方がいいとかいうのがあるんですよ。はいはいはい、それがずーっと入っちゃうんです。なるほど。ここはない方がもっと緊迫感があって怖いのに、はいはい、入れないと不安なんですよ。そう、うん、そう、入れないと不安なの、はいはいはい、うん、で結局熊だぞーになっちゃうんですよ、うん、もうなるほどね。熊だぞーっていうシーンっていうのは、うん、ラストに逆転する瞬間から入れなきゃいけない、うんうんうん、それまでの間はもうノン BGM でいいんですよ、はいはいはい、うん、ね、うん、ほんで逆転っていうところにドーンと乗せていくんですよ、はいはいはい、うん、まあそうなんですけど、まあクマだそう、俺がやるよ、カビトマ、テイクアウトそれは戦国な自衛隊の父上、
魔界に落ちられてくそれ魔界が転生してるそうそうそう本当にね、三日は三日は三日はいいですよカリスマですよ、ね、カリスマですからなんかおかしいよねあれでしょ、ギャバンの大場健二さんは一応千葉さんの弟子っていうことまあそうですねそうですな、うんうん、だからね、あっちのジャック系の人でも、はい、唯一芝居で、うん、よしっていうのはもう真田広樹さんだけですよ。うんうん。そうですね、あとは芝居、大場さんなんて、俺大場さんのモノマネやったことあるんですよ。はいはいはい、あ、やられたんですか。やってましたよ。そんなの。うん、あのシャリバンだったかな。はいはい、あれ、うん、シャリバンだったと思うんだけど、はい、ギャバンが、はい、あのギャバンと一緒に戦うことになって、歴代の刑事がみんな来たんです。はい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 。その時に。うんその時に大場さんがスキンヘッドだったんですよ、はいはい、シャイダーの時シャイダーの時、はい、あの隊長になった時、はいはい、でスキンヘッドなんですよ、はいはい、その時の大場さんの芝居ね、はいはい、あれギャバンさんその頭おおおおあああいらんわそんなシーンわかるわかるスキンヘッドだからそれなんかの役やってたんでしょうね多分、はい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 、それを説明するためにそのシーンわざわざ入れてるんですよその時の大場さんの芝居おおこれだけですなるほどねほんまにがっかりですよそんなもんいるかってなるほどあのすごいねあの劇中ではすごいニノセンのかっこいい芝居なんですけど、うんうんうん、実際会うとすごいひょうきんな方あそうなんですかすごいひょうきんな方、うんすごいユーモラスに飛んでくるんですね、うわーっつってねそうそうそうで、ね、クッシーさんのね、うん、イベントとかにたまに出たりするんですけど、はいはいはい、最初バッて出た時はすごいキリッとした顔で出といて、うん、ごめんやっすーってなる、うん、あ、そうですかギャバンですからねギャバンですからねそう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 あの方もローカルヒーローやられてるんですよあ、そうだね納得してギャバンやってっかいいじゃないですかギャバンドラゴンマンって四国のギャバンでいいじゃないですかギャバンが四国に赴任してきたでいいじゃないですか乗着してらんないよ流行も何秒でポポッとスーツを下ろしてください本当にねいや何の話してましたっけだからジャックは、はい、ダメなんですよ本当ジャックってダメだよなまあでもねあれじゃないですか縦の、ね、第一人者じゃないですかああ天友会からね引き継いで、うん、いやもうでもね、うん、俺はあんまり好きなアクションじゃないんですよなるほどね実は、うん、ねえ、なんかそんな感じもしますよなるほどね何どうまとまったんだけどまあとにかく女優がブサイクだってなるほどとりあえずリメインズの声を大にして言うとしたら、うん、あとは熊が熊だぞって言って襲ってくるっていう多分これみんなね、これ見終わった後はねみんな多分伝え走ってるまあ気になるでしょうねでもどこにでも置いてるってわけじゃないからね、はいはいはい、僕もあれですねディスキャスから取り寄せましたああそうですか、うん、おお見たくてなるほど、ね、うちの近所にはありましたねありましたかうわあるじゃんわがままちょっと見てみようかないや、本当に熊だぞ気になりますよね、やっぱこれだけ言われるとね全然怖くないんだよ本当にさなんていうのかな、うんいや、あれもう本当に千葉さんを俺に一回書かした方がいいよはい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 ぜひ、うん、見せなきゃいけないところが うん、見れてないのよ、熊、はいはいはい熊のね、うん、あれ一応ね、当時の触れ込みとしては本物の熊使ってますっていうのが触れ込みだった、うん、だって本物は映ってるよ、はいはいはい、結構引きの絵でしか撮ってないです引きの絵とよりでよりも結構走ってるところなんだよ可愛、はい、いんだよ熊って感じでどうも熊です一応本物の熊を映してるんですねほんで立ってるんだけど、はい、あの熊牧場でこうやってやってる熊いるじゃない、はいはいはい、あんな立ち方なんですよだから可愛いんですよこういう感じでねそうわー熊だよって言っていや熊だあれは勝てるワンちゃん勝てる鼻っ端をねバーンテンプル打って眉間コーンってやればワンチャンス勝てんじゃねっていう熊なの、はいはいうん、月のワグマみたいな感じでも本当の原作というか本当にあった事件のね、うん、
ヒグマは勝てる気がしない、ね、はいはいはい、はい、でもデカさもそうだし怪獣だから赤兜みたいな感じなんですよね、うん、その怪獣かつ、うん、頭が異常にいいっていう、ね、はいはいはい、下がね、うん、っていうようなねやつだったわけで、はいはいはい、それが全然できてないんですよ。なるほど、うん、ね、なるほどね。ちなみに全然余談ですけど、うん、北海道在住の方に三毛別って言っても通じないんですよ、うん、あほうほう、どこそれって言う、うん、なんか今の地名を言わないと通じないらしいですよ。ああそうなんですよ。今の地名は何て言うの、なんて言ったかな、なんか違う、もうなんか市だとかなんだね。バイクで行けるんですよ。あそうなんですか。車で行けるんですよ、はいはいはい、近くまで、はい、あそうなんですか、うん、あれ夜行ったらめっちゃ怖いと思いますよ。いやだって今でもあの辺いるでしょうしね、うん、あとね、はい、あの残念な映画はね、はい、マギー、マギー、はい、あのシュワちゃんが、はい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 、はい、ああなんか聞いたましたね。シュワちゃんがお父さんになりまして、はいはいはい、娘さんがゾンビみたいになっちゃうんですよ。はいはいはい、あれ監督結構あの期待してましたよ。公開前期待してました。これは、うん、あのシュワちゃんがそういうのね、アクション全くやらないと。はい、うん、どっちかっていうとアクションなんかでもやられる方、はい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 、やられるばっかりで、うんうん、それでも娘よって言うんですけど、うんうん、楽しみにして、これはちょっと見てあげないとダメだな。はいはいはい、でね、尺を見たんですよ、はい、90分って書いてあったんですよ、はいはい、あれ嫌な予感がするよあれなんか結構嫌な時間帯だよこれ、はいはいはい、だいぶまとめたね、あのコマンドとかプレデターの尺だよねこれって言って、いや大好きな尺だよ1時間半1時間半って言ったらプレデターかコマンドですよはい、はい、あれ嫌な予感するよ、うん、やってることはドラマだよ、最低でも2時間以上はないと多分絵が切れないと思うんだけど、はいはいはい、大丈夫かなと思ったら、うん、やっぱりダメでしたねどの辺が、はい、どの辺が、あのねどう言ったらいいのかな、まああらすじ的にはあれですよね、娘が、そう娘がゾンビになっちゃうんですよ、はいはいはい、でもう感染してゾンビになるまでの過程、うん、でその施設に預けろとかね、はい、隔離しろとか殺せとかいう話で、それをずっとシュワちゃんは葛藤しながら、はい、娘さんも恐怖に怯えながら、うんうん、でさあ最後どうなるんだ、もともと親子仲もそんな良くない感じ、いやいや最初からいいんです、いいですね最初からいいんです、はい、いいですね、なるほど、家出はしたらしいんですけど、はい、その家出の理由は最後まで語られることはなかったです、なるほどねほうほう、だから90分なんです、なるほど描き切れてない部分、うん、あのこれはなんとかならんかったのかと、多分僕の予想ではシナリオ的には2時間半あったはずなんです、はい、なんでこれは削られとるんだと、うん、誰が悪いねんと、はい、うん、まさかシュワちゃんじゃねえだろうなあれ監督もシュワちゃんです、違います、あ違う、うん、2時間見た時に、うん、長いねとか言って、はい、ぶち切られたんじゃねえかと、なるほどねブツブツっと、そうシュワちゃんが切ったんじゃないかと、はいはいはい、コマンドの人だから、うんうん、1時間半が基本だからそうそう、1時間半が、うん、来て、あれ、あれだからっていうぐらいの疑惑をやるぐらい非常にもったいない、はい、なるほど、うん、あなたは衝撃の事実をラストって、全然衝撃でもなんでもない、うん、あ、うまいとは思いましたけど、はい、別になねえおいうまいとは思わせる、めっちゃいや、それを見た瞬間にブワーって号泣ではないですね、なるほど、あ、うまいって感じ、はいはいはいまあまあまあね、うん、あ、持ってるのは持ってるねみたいな、いやいや、野球で例えると、うんうん、いいところに転がった1、うん、2塁間のヒット、ライト前ヒットみたいな、いいとこ転がったね今の、はいはい、っていう感じ、まあ仕事はしたねみたいな、ていうか次はないよねっていうなるほどね、あれは結構コースが良かったからみたいな、ほんとギリギリだ、ギリギリ、うん、いやギリギリじゃないですよ、うん、結果オーライ、なるほどっていうぐらいのアイデアですよ、はいはいはい、うん、でもあれももうちょっと工夫したらもっと良くなるんですよ、はいはいはい、うん、なるほど、それを僕は声を大にしていたい、なるほど、
シャーゼンカーなんで俺に書かせないの号泣しますよみんな。もうあのいっそのことそういうシリーズでいけばいいじゃないですか。何がですか。俺に書かせろシリーズ俺に書かせろ片っ端からリメイクしていけばいい。俺に書かせろシリーズね。まずはリメイズでね。リメイズ、うん、いやリメイズどころじゃないですよ。何でも日本映画の大半が俺に書かせろと思ってますよ。なるほど。実際の話、はいはい、なんであんなに、書けないんですかね日本人。君たちに聞くことじゃないよね。君たちが俺に聞くことだよ、ね、そうですね。本当にいや結構あれなんじゃないですか、その自分の感性に酔っちゃうんじゃないか。いやそれはねでも大事なことなんですよ。うんうんうん、うん、それは大事なことなんだけど、まあ、感性だからね。うん、まあ大事なことなんだけど、なんかね、あの技に走るんですよね。ほんで技に走るのと、その個性っていうものにこだわりすぎてるんですよ、はいはいはい、個性出さなきゃダメみたいな、うんうんうん、ねえ、だから押し付けられてる感があるんですよね。なるほどなるほど、わかりますよ。そういうのがあるんですよね。なるほど。だから日本の映画の監督じゃない脚本はダメなんですよ。うんうん、もうびっくりですからね。なるほど。日本映画を復活させるのは簡単なんですよ。はい。うん、全然難しいことじゃないですよ。うん、なぜならば、例えばそのあれじゃないですか、君の名はの新海監督は、はいはいまあ、もうアニメ任しとけばいいんですよ。まあそこまで言うほど今のねあれ言うほどだと思ってますけど俺は、はい、うん、任しとけいいんですよ。でもなるほどね、まだ細田さんもいるんでしょ、はい、うん、うん、いますね。でまたジジイがたまに作りゃいいんですよ、はい、あのジジイが宮崎駿ですけどね、はいはい、また復活するでしょ。ジジイが、あ、そうなんですか、まあ、復活するんですか。復活しますよあんなの。それはね、だってジジイ生きてんだもん。周りもそういう風に動いてますから、うん、ジジイ生きてんだもん。あんなのね、あの引退なんてできるわけないんですよ。物作ってるやつが。はいはいはい。まあ無理でしょう、うん。まあ周りも言ってましたからね。引退って言ったけど、うん、どうせ書くんでしょうみたいな。そう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 。まあジジイがたまにね、3年に1回ぐらい書けばいいんですよ。あと2本ぐらい作れるでしょうよ多分。はい、うん。やっぱり隣のトトロ2でも作っとけばいいじゃん。やっぱりね、じっとしてなかったらしいですよ。あ、そう。引退って言いました。なるほどな。うん、なんだかんだでやっぱね、あの仕事場来てね、みんなにあだこうだ言って。はいはい。うん、もうその聞いたことある。誰か言えばいいのにね、もう行け、もう向こう行けよ、ジジイって。いや、意外に可愛がってくれると思うよ。俺のことジジイって言うよ、あいつだって。はいはい。もういいよ、向こう行けよ、ジジイって。言えたらトップでしょうね、それね。うん、でも、もっと言っちゃえば、実写でもね、うん、庵野監督がいるわけですから、もう。ああ、確かにね。うん。もういいんだよ、日本には庵野がいるから。はいはいはい。うん。もう全部庵野に持っていけよ。ジョジョも。あ、やりますね、ジョジョ。ごめん、本当にごめん。うん、第4部でしたっけ、うん、まあ知らないけど、あのね、日本映画を復活させるの簡単なんですよ。はい。もう、ミーケを干せばいいんですよ。え？ミーケ。あ、はいはいはい。ミーケ監督干せばいいんですよ。あれ、ジョジョって俺多分なんですけど、はい、まあ今度聞いてくる、いろんな監督に断られたんだと思いますよ。ほうほう、なるほど。うん、無理無理って言って。はいはいはい。うん。ミーケしか受けないんですよ。なるほどね。うん。だって、テラフォーマーズって、今年、最悪にダメな映画なんでしょう。ああ、なんか、あの、そんな話も、あの、そう、岡田さん、もう言ってましたよ。あ、そうですか。はい。もう、え、岡田ってあの、その、シンゴジラをよく語る。おうほうほう、あ、岡田敏夫さんね。はいはい。おう。いや、まあ、それに、あの人らにかかったら、ミケの映画はもう無理なんだけど、ミケ監督のは無理なんだけど、受け上がるんですよ。うん、なるほど。実力ないけどくせに。はいはいはい。受けてしまう。予算通りやって、うん、時間通り撮るから。うんうんうん。でもそういうのって基本的にエクスプローラー映画って言って、はい、低予算で、うん、ね、お下劣で、はい、とにかくプログラムピクチャーで金だけ稼げっていう、そういうような監督のやり方なんですよ。
賞味500万1000万ぐらい、要は日活ポラロマンポルノとか、ああいうなんていうのかな、昔の東映の実力ポルノみたいな、あんなレベルの監督なんですよ三池監督って。はいはいはい、はっきり言いますよ。うんうんうん、ね、でもそういうプログラムピクチャー的な映画がないから、はい、うん、ほんで日本映画のプロデューサーもあばっかりだから、うんうん、もう三池はメジャーな映画をちゃんと作り最後まで作るからっていうので振るんですよ。はい、蓋開けてみたらほとんどが大ゴケなんだからね、つまんないって言われて、はいはい、ほんでもっと言っていいですか、うん、わらの盾っていうすごい面白い映画があるんです、はいはい、これ三池監督なんです、はい、でもその年に悪の花っていう俺がクソ映画だって言って、うん、同じ監督なんですよ三池監督なんです、はい、その年のベストとワーストを同時に撮った監督なんですよ俺にとって、はい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 、でもあんだけ撮ってりゃいい映画もたまには撮れるよ、はいはいはい、役者とね、はい、脚本が良かったら、うんうんうん、脚本さえ良ければ、うん、例えばヨシでもテンちゃんでも、はい、いい映画撮れますよ。あ、そうです、脚本が良ければ、それしかその通りに撮ればいいんですよ、うん、変なことしないで、うん、ね、だから変なことしない時っていうのはあれなんですよ。なるほど、普通に撮れるんですよ。なるほどね。でも根本的な才能がないから、はい、すごいこと言ってんな、突っ込んでますね。根本的な才能がないから変なことやった時にはまらないんですよ、うんうんうん、でも一部 あの映画秘宝とかいうアホなやつらが、はい、三池監督デッドアライブはすごいよ、まあ、あれなんて見たことないもん、だから三池監督はってゴズとかあれ変じゃろ、カルトじゃん、三池監督すごいじゃん、映画飛行最高とか言ってるやつらが久しぶりに出ましたね、うん、あの要所するんですよ、はいはいはい、北村隆平、はいはいはい、あのアクションすごいよね、うん、でも北村隆平がちょっと生意気なこと言うと、あれ生意気なこと言いやがって、なんで北村隆平なんてあれの才能のないやつ、散々持ち上げといて、うん、あの自分らにあのヘコヘコしないからって言って手のひら返すようなやつなんですよ、はいはいはい、映画飛行っていうのは、はいはい何言ってんの俺いやいや、もういいと思いますよ、久々にね、うん、監督になって映画をねああお話ししてますから。ああ、そうですか、はい、ありがとうございます。あのね、三池、うん、に三池監督っていう人がいなくなったら、うん、はい、日本映画はすごく良くなるから。なるほどね。うん、あの人もちょっと今ね、うん、本当に足引っ張りすぎ、はいはいはい、毎回毎回三池三池って言われて、うん、誰も期待しないんだよ、はいはい、それなのに振るんですよ、うんうん、ということはどういうことかっていうと、三池監督が悪いんじゃないんですよ、うんうん、本来ならば三池監督は1回10年ぐらい干すべきなんですよ、はいはいはい、今60歳ぐらいかな、うんうん、50歳わかんないけど、あ、もうそんなもんですか、うん、50何歳か60か50、うんうん、まあわかんないけど、はい、10年ぐらい干すんですよ、うん、で70ぐらいに1本取らしてやるんですよ、はい、その時はすごいの取るから、お、鈴木清純監督と同じパターンにして1回干すんですよ、はい、なるほど、ほら多分日本を代表するような歴史に残る映画撮る人ですよ、うんうん、ね、だから10年補正って言ってんの。なるほどな。ヨボヨボになって撮らせてくださいって言った時に撮らせてやればいいんですよ、はいはい、その時すごいの撮ると思いますよ、うん、鈴木清純監督はそれで干されてたんです、はい、喧嘩エレジーとか言って、はいはい、実は面白い映画なんだけど、うん、映画会社と喧嘩になって、はい、10年以上干されたんですよ、一本も撮らせてもらえないから。やっと独立映画っていうか、そういう制作会社っていうのがいっぱい出てくるようになって、うん、ATG っていう低予算で勝負するっていう映画配給会社ができたんですよ、はい、その時に鈴木清純監督、じゃあ撮っていいですよって言ったのがツゴイネルワイゼンっていう映画なんです、うんうん、でそれを見た時に当時みんなびっくらこいたんです、はいはいはい、わお、なんだこれって、うん、誰だ鈴木清純で、はい、ね、若い頃が得、うん、だからその時しのピア、はい、フィルムフェスティバルみたいな、はい、もう自主映画みんなツゴイネルワイゼン、うん、カット割りとかが、ツゴイネルワイゼンっていう映画はそれぐらいすごい映画だったの、うんうんね、そっから鈴木清純監督って言ったら影狼座とかいろいろ撮るようになって、はい、また復活して、はい、結局ちゃんと残った監督になったんだけど、
その間十何年、うん、奥さんがずっと食わしてたの。へえ、うん、だから三池監督も一回干すんですよ、うんうん、それ日本映画のためなんですよ本当に、ね、足引っ張るだけなんだから。どうすりゃヤッターマンを続編作れないのって。ヤッターマンって3までいけるはずでしょってコンテンツ的に、まあね、うん、でも1で終わっちゃうんですよ、はい、なんてかっていうとつまんないからなんですよ、はい、じゃあつまんないのは誰のせいなのって言ったらミーケのせいなんですよ。続編も見たいって思わせないとね。続編なんかもうやんのっていうような形になる。誰が悪いのってミーケが悪いんです。なるほどね。映画監督っていうのはそういうことなんです。2ができないっていうことは監督のせいなんです。そんなこと言っちゃっていいの？いやいやいや、もう久々のレビューですからね。ムービーレビューですからね。だからジョジョをミーケがやるっていう、ミーケを起用するっていう時にね、じゃあ聞きますけれど、あのジョジョのはいはいはいポーズね、こういうののジョジョっていうのはストーリーなんてクソみたいにつまんないですよ。はいはい、うんうん、ね、他もう3部は全部思ってますからね。ああそうでしょ、うんうん、ストーリーはだるいし、はい、あれ北斗の真似だからね、うんうんうん、うん、それまではもともとは荒木さんっていうのはゴシックホラーの人で、はい、馬王来訪者にしろね、うん、BT にしろゴシックホラーの人なんですよ、ね、でもそれじゃ俺らは読んでてこんなゴシック系日本で大丈夫なのかな、でもこういうのっていいよねって思ってたマニアがいたんですよ、はいはいはい、でもそれじゃ食えないわけだ。うんうんうん、うん、それを貫き通したのが諸星大二郎って漫画家よ。はいはいはい、ね、妖怪ハンターヒルコとかあんな、うんうんうん、もうみたいな。はいはいはい、でも野心があってそうじゃダメだと、うん、売れなきゃって北斗の真似でもしますわって言ったのがジョジョなんですよ。なるほどね。ね、ウィーとかウエーウエーとかウエーでー、あのなんかようわからん、はい、ビジュアル、ミーケって人はビジュアルの人じゃないでしょって言って、うんうんうん、違うんですよ、うん、ミーケ監督は、うん、でもジョジョはビジュアルなんですよ、うんうん、だからね、あのビジュアルっていいなって言えば OK だから、はいはい、ジョジョは残ってるの、うん、ストーリー的にも何も残らないもんだよ本当は。ジョジョってのはだからあのジョジョ立ちだとかね、うん、効果音じゃないですけどズキューンだとかね、うん、あの辺が受けてる感じ。そうそうそう、だからポップアートなんですよ、はい、うん、ストーリーとかそんなのとかそういうのじゃないんですよジョジョってのは、うんうん、だから俺らからすると漫画的にはすごく幼稚なんですよ、はい、なるほど、汗なーって言って、はい、うん、ごめんなさい僕ジョジョ全然ダメな人なんで、ね、幼稚で汗なーと思ってますもん読んでて、うん、面白くないんだもん、うんうん、ストーリーがまず、はい、うん、じゃあなんで売れたかっていうふうに考えると、でもそのビジュアルアートなんですよ、はい、うん、ね、色彩だったりそのあれだ、それはそれでちゃんと評価しますよ、うん、一つのね、はい、うん、でもミーケはビジュアルの人じゃないでしょって言った。ただの1ミリなんだから、ああ、巫女すり半劇場とか面白いもん作ると思いますよ、うんうんうん、巫女すり半劇場とかあとなんだろうな、稲中とかすごい面白い。ああいいですね。ああいうのはワンチャンス任せてみてもいいと思う。はい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 、うん、なるほど。例えばね、でもどうしてもミーケかって言ったらちょっと別に、うん、はいはい、っていうのはあると思います、うん、だから本当に一回でも才能あるかないかって言ったらね、やっぱりすごいもん持ってる人なんですよ、はいはい、それをバカなプロデューサーとかが、うん、ね、いつまでこの人をこんなあの貶めてるっていうか、はいはい、惨めな思いさしてんのって、うん、本人は別に平気だ、タランティーヌも俺のこと好きだしさと思ってたらもうお前消えろ本当に今の環境、いやいいんだよいいんだよって、はい、タランティーヌだって俺のこと褒めてっから、はいはい、ロドリゲスもさとかなんとか、だったら映画撮らしてるはずじゃんタランティーヌ、うん、そうでしょ。確かにそうですね。何十億も出して、あおミスターミーケーね、はい、
僕が金集めますから取ってくださいって言って、うん、タランティーノだったら10何億でも20億でも集めてくるって、はいはいはい、やんないじゃん。そうですね。どういうことかっていうと、いちびってるだけだよタランティーノも、はいはいはい、タランティーノも、ね、あれワイワイこう持ち上げてるだけで、うんうん、責任は取ろうとしないよ、はいはい、うん、ただの映画小僧になってるだけだ、うん、変な監督がいるって言って、うん、変な監督がいるんだろって言ってこんなん見てる俺って変だろ、はいはい、俺の名前タランティーノさって言ってだからタランティーノの映画つまんないでしょ、うんうんうん、なんかまた最新作みたいに出しましたよね。何を？なんか我が家のね、あのビデオ借り行ったんですよ、 DVD を、うん、あの言ったなんか出してたんですよねタランティーノ。あ、そうですか。まあ、全然興味なかったんで、あの山小屋の冬のやつです。ああ、そう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 、はいね、無理無理もう、うんうん、腕落ちてっから、うん、とか全然あの手に取らなかったですね、うん、あのねレザーバードッグスっていう映画でドーンと爆発したんだけれども、はいはい、ストーリー的にはそんなに面白くないからね。うんうんうん、わかりますもん。ストーリーは面白くない。あれは黒と白、うん、で、ほんで、まあどっちかっていうと圧巻映画、うん、ね、要はピカレスクロマンなわけですよ。はいはいはい、ね、そういうようなんでハマっただけなんですよ。うん、あれもビジュアルアートなんですよ。タ、はい、ランティーノは実はストーリー作るのすっごい下手ですからね。うんうんうん。うん、で何がタランティーノがあんなに一時言われて、はい、シナリオとかね、注目されたトゥルーロマンスだとか、はいはい、あのねくどかったんですよ。あ、そんなくどいセリフ書くやついなかったんですよ、はいはいはい、マドンナのあれがどうのこうのって言って延々続くんですよ、はいはいはい、どうでもいいわってあのね、マドンナのライクアバージンはあのバージンがどうのこうのっていうのをオープニングからやるわけですよ、はいはい、そんなシナリオ書くバカいなかったんですよ、はいはい、うん、ほんでそれが受けたんですよ、はいはいはい、でもそんな長続きしなくて、うん、だからあれでしょ、あのブラッド・ピットが出てたなんか、うん、ヒトラーがどうのこうの、うん、ないとないのないのないのと同じの繰り返して、はい、あれ昔は受けたんですよ、はいはい、でも今はあれは何の知性もないっていうのがバレちゃって、うん、つまんねえことまたやってるわって言って、はいはいはい、っていう風な評価なんです。なるほどねまあそれは置いといて、はいはい、その証拠に、うん、例えばタランティーノの映画で唯一の、まあ、パルフィクションとかいろいろね、キルビルとかいうのある、それはやっぱりタランティーノってすごいんですよ、うんうん、でも圧倒的に差を見せつけられたのはあのナチュラルポーンキラーズ、はいはい、はい、あのナチュリポーンを、うん、あれはオリバーストーン監督がシナリオ読んでこんなクソシナリオかけやれるかって言ったんですよ、はい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 、ほんでもう俺が好きなようにやるって、うんうんうん、できたのがあれなんですよ。あれは我が輩好きです、うん、タランティーノババ怒りですよ自分の通りに、そう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 、うん、なんだよって言って見た時にあらこれすげえ面白いって言ってこっちの方が面白いじゃんって言ってはいはい、はい、でっていうのでもう圧倒的な力を見せつけられてしまったわけですよ、はい、そりゃそうですよ、向こうオスカー監督なんだから、うんうんうん、何回も撮ってんだから、はいはい、エニメリマリンボーですよね。ね、だからもうあんなね、いちびった映画なんてそんな撮るかよって言ってあれっきりじゃないですか、オリバーストーンって。はいはいはい、そうですね。ね、うん、確かに。だからですね、何が言いたいかっていうと、ミケを干せって言ってる、ね。なるほど。日本映画のために干せって。はいはいはい。ほんで本人のために干せって、うん。このままじゃ本当にバカにされるだけで終わるよって言って。うん、うん。うん、三池監督な、何が一番売れたんですか？あのねごめんなさいね、はい、俺ね、日本ほど関わってるんですよ。あ、そうなんですか、うん、うーん、あの人のメジャーデビュー、アンドロメディアっていう映画なんですけど、はいはいはい、あれはの企画を最初に持ってったのは僕です。あ、そうなんですか。で、監督誰が言って言ったら、三池ってすごいのがいますよって俺が一言言ったんですよ、はい、あ、そうなんですかじゃあ監督が有名にしちゃったようなの？いや、そういうわけじゃないんだけど、ほんで、うん、オーディションっていうのをやった時に誰にしようって三池がいいって言って、誰監督が、ほんであの三池監督交えて一回これやりましょうって言って、うん、でもちょっと向こうとうまくいかなくて、はい、俺らは降りたの、はい、でもそのまま三池監督でやったの。あ、なるほどね。だからオーディションをやろうって言ったのは、俺と石毛さん、はいはい、はいはいはい、で監督もミイケって言ったのも俺と石毛さんです。あ、そうなんですか、うん、だからあの2本で、
うん、オーディションは世界に海外で認められたんでしょ、うん、あれがきっかけだから、はいはいはい、うん、まあ俺のこと知ら、俺のこと知らないと思いますけどね、ミヒカって。あなたのポイントポイントに必ず俺がこうやっているんだよって言って。なるほど、なるほど。でもまあそんなんどうでもいいんですよ。はいはいはい、別に、うん、好きな監督じゃないし。はいはいはい、うん、あれどうでもいいっていうのなんだけど、うん、はい、一番売れたのってなんだろうな。なんすか、ね、パッと出ないんですよね。そうだよ。ですよね、うん、あ、クローズじゃね、あ、クローズね、だいぶ売れましたからね、はい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 、そうそう、クローズだけだと思いますよ、うん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 、なるほど、本当につまんないんだよ、ただ、うん、不動っていう V シネマがあるんです、はいはい、抜群に面白いです、はあ、マジですか、これ初めて見た時にすっごい人が出てきたと思った、はい、うん、すっごい監督出てきたって業界がみんな言ったの、うん、なるほど、すごいよ不動って言って、はい、V シネマであそこまで盛り上がったのは三池監督だけですよ、あ、本当ですか、うん、すっごいのが出たって言って、はい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 、それぐらい面白かったの、なるほど、うん、すっごい面白かったもんな不動、へえ、だから V シネ出身なんですよ三池監督っていうのは、で一番の出世頭なんですよ、はい、V シネやってて、はい、でそれが皆さんもね、映画こそちょっと、はい、語りたかったら、やっぱり三池監督は不動だよねって言っとけば、おー、分かってんねって言って、あ、なるほどなるほどそう、デッドアライブだよねって言った瞬間にバカじゃないのお前って言われるんですよ、なんだよにわかこの野郎とかね、幼稚だなお前とか言われるんですよ、なるほどね、でも映画飛行のやつらデッドアライブのさラストってやっぱ分かんないよね分かんないよねあれは全然想像つかないよねあれはだからすっごいやるミッケーってねデッドアライブすっごいよね違いただけはっきり言います、デッドアライブはあれはただ逃げただけだと思いますよ、はいはい、落としどころが分かんないんですよ、竹内力と相川翔が初めてドンパチやるんですよ、うん、それまでの間はすごいよくできてた、最後ねどうしていいか分かんなかったんでしょうね、なるほどね、でむちゃくちゃにしたんですよあんなの絶対そうだと思いますよ、だってあんなラスト絶対通すわけないもん確かに、うん、なるほどね、ありえないよねって言って、はい、うん、という感じですよ、はい、はだいぶスッキリされましたか、いや別にこの別にもう1時間15分しゃべってないです30分にしろって言ってんのにさだいぶあれだったら S さんにバサリ切ってもらってしまうよね、いやでもね、はい、S さんもね映像の人だから今俺の言ってることっていうのはスッキリすると思いますよ、はいはいはい、うん、うん、立ち回りがうまいだけでね、うん、撮らせてもらってとか、はい、なんかいろいろね、うん、やってできたもんが凡庸だったら、はいはい、それってクソですからね、うん、うん、本当に不器用なその人間付き合いとかそういうのいろいろなものありながら一個任された時にすごいもんやる、これが職人だったり、はいはい、天才だったりするんですよ、うん、うん、それはただのね、なんていうのかな、まあ俺が言いたいのは、うん、三池はダメだってことですよ、それは分かってもらえると思う、はいはい、うん、ね、アメリカだったらハリウッドだったらとっくに消えてる監督ですよ、うん、うん、本当にそうですね、だから宮崎駿ですら、はい、で、こっちだったら誰だろう、まあ俗にヒットメーカーとか言われてる人間は、はい、なんでハリウッドで撮らせてもらえないのかっていうのを考えた方がいいんですよ、なるほど、うん、うんうん、つまんないからなんですよ、はいはい、幼稚だからなんですよ演出とかも、うんうん、ドラマも撮れない、うん、カット割りもそんな大したことね、はい、構図もなんかせこい、うん、でも日本ではあれなんだ有名なんだ、はぁ日本ってダメだねって言って終わり、なるほどね、うん、うん、でも本当にすごかったら、うん、ちゃんと自分専用のオフィスを作ってくれて、はいはい、お前に任すって言って3本ぐらい作らせますよ、なるほど、でも作らせてくれないんですよ、うんうん、それがだから
映画監督でございみたいな、あの日本のメジャーで何本もやってますってやつが腹立つのよ。なるほどなるほど、うん、偉そうにしてんじゃねえよって、俺なんかまだまだ全然世界でとか言えんならまだね、いや頑張ってくださいよって言うけれども、うん、とか言うようなね、うん、あれが腹立つんですよ。なるほどね。例えばね、まあいいや、これ言うとね、あのいろいろ問題が出てくるから、ね、うん、からあれですけれども、あとね、監督が話し出して、うん、これもうすぐコマンド終わるよ。何コマンド？コマンド1時間半じゃないですか。うん、あ、もう尺的に、ね、尺的にコマンド終わります。俺コマンド並みに面白い。彼ら尊敬するコマンド。コマンド並みに面白いもん。あっという間の1時間半だよ。あのあと何だっけ？あのプレデター。プレデター。プレデター。基本だよ。つまんねえ人間が2時間もやるんですよ。テラフォーマーズとかね。うん、やるんだわ。うん、テラフォーマーズ未だには何なんだか全然わからない、うん、失敗すんだよ、うんうん、つまんねえなつまんねえなとか、まあそれは、まあそういうことだよね、はい、とにかく頑張りましょう、はい、頑張っていきましょう。これもあれですよね、落としどころ分かんなくなってないし、これこういうことだぞということ。いやだってもう90分を早く終わらせろよって言われたらさここで落とさなきゃいけないわけでしょ、はい、俺は次は言わなきゃいけない人間いっぱいいるからまだ、はいはいはい、それはまだじゃあ次回に置いときましょう、うん、また話聞いて、はい、話していい時期になったらいい。本当にさ社会派気取ってるさ監督とか言って全然社会派じゃないとかさ、はいはい、うん、あのクライマーズハイの監督、あクライマーズハイ、はいはい、なんだっけなんだっけそれは名前だけ聞いたことあるんですよ、あのその映画のクライマーズハイの監督って調べましょうか。誰だっけ。その前にちょっとバッテリー変えていい、はい、そうですね。もう寝ちゃうからさ、クライマーズハイの監督って誰だっけな。もう最近何撮ったかな、その監督。世界、あ、日本の一番長い日を撮ったんですよ。日本の一番長い日、うん、要は終戦の。ああ、それ見たことある、うん、アニメ。違う違う違う、アニメじゃない、うん、あのこの原爆のやつ。違う違う違う、あの日本で一番長い、ね、そうです。あ、飛び込み女と駆け出しようと、は、うん、我が母の、はあ、ね、あれあれ、あの横領の箱、はいはい、まあね、いろいろ撮ってますよ、うん、犬神だとかね、はいはい、ご紹介いたします、はい、原田雅人。もう最悪なんだよガンヘッドだろ、ほんで。そうまあガンヘッドはまだいいわ、はいはい、オッケーってか何とか言ってね、もうなんかあのミッキー・カーティスみたいなおっさんがさ、はいはい、キュウリ食ってんだよ、はいはいはい、オッケーってか、ね、はい、もうダッセンだそれがね、島じゃ社会派全然社会派じゃないんだよ、軽いんだよ。くら電線かも。そうなんですね、あのね、クライマーズハイも軽いし、はい、日本の一番長い日なんてもうどうやったらこの映画をこんな軽く作れるんだっていうぐらい軽いの、はい、ふわふわなの、はい、もう戦国なる子が出てくるんじゃないかっていうぐらいふわふわりなの、はい、終戦だよみたいな形で出てくるぐらい軽いの、はい、熊井圭監督の映画を100回見ろえ熊井圭監督の映画を100回、1回見るたんびに感想文400字詰めて10枚、もう写経の世界ですっていうぐらいね、はい、軽いな。なるほどね。でね、何が軽いか分かったんですよ、はいはい、あのね、時系列でしかもう物を追っかけてこないんですよ。なるほどね。あ、あれもそうじゃねえか、浅間山荘も。浅間山荘はね、あー、突入せよ。そうでしょ、軽いのよ。もう全然あの緊迫感がないの、はいはい、ほんでもう役所広司ってどっちかっていうと大根なんだよ
よく聞きますね、それは。うん、なんか自然な動きしてるようで、はいはい、うん、わかります、わかるでしょ、わかります、わかります、うん、あれ見たことありますか、ね、うん、軽いんだよ、はい、熊池監督の映画を100回見る1回見るために10枚の400字の原稿用紙、はい、10枚、はい、うん、僕が見て思ったことっていうとこから始めろ批評するな、来年また映画撮られるそうですよ、何を撮るんですか、関ヶ原を撮られるそうです、もう軽いから全然軽いから軽いから、うん、僕はが思ったこと、熊池監督の映画を見て、光ゴケを見て思ったこと、海と毒薬を見て思ったこと、批評はするな、お前が批評するあれはない、感想をかけ批評の部分は全部カットだ、なるほど本当に止まんないよ今日はもう、ね、もう朝だもんどう考えてもさ、今日行く場所はってもう開けてるからそうなんだよね、だからね、なんでね、こんなに強く言うかっていうと、はい、庵野監督っていう人が出てきたから、はい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 、シン・ゴジラはもう紛れもなく傑作だ、なるほどね、うん、っていうので、もう、はい、俺ら庵野監督を支持します、いや、それは本当にもう庵野監督を上に上げるためだったら今の監督全員俺はディスるからな、なるほど、うん、好きなんですね、あんたも何がですか、だってさ、好きなのいた、ニコンもすごい好きなのさ、やってるわけじゃんねえ、監督さん、何ですか、いや、ゴジラとエヴァをやってるわけじゃん、ゴジラでもそんなでもない、そんなでもないです、ね、あ、まあでも、ね、にしてもまあその、シン・ゴジラもうね、もう見なくても分かるもんって言ってたくらい諦めてたわけじゃん、だけど見たら、おってよ、まあ、ねえ、それは本当にね、ぜひお願いしたい、さて今日の場所は、はい、今日行く場所今日行く場所はってもう行き終わってますよ、朝だもん、終わってますよ、どうか僕結構頑張ってね、後ろあの後ろにしてたんですけど、もう無理だもん、もう皆さん朝ですか、朝ですからオールナイトカンちゃんだからパパッパッパッパラパッパッパラッパッパラパッパッパッパですよ、ね、今日行った場所ですね、もうここに走ってるうんちゃんらがみんな聞いてるよ今日行く場所はじゃないですここに走ってるほらトラックのうんちゃんらがみんな聞いてるよオールナイトカンちゃんを、ね、さあ今日行く場所さあ今日の場所は、はい、今日行った場所はですね、はい、なんだかんだ言ってね、廃墟はあかんと言ってましたけども、廃校でございます、はい、はい、とある廃校に行ってきましてですね、はいはい、グランドで、グランド校庭で運動会してるそうなんですよ、足だけのという噂でした、はい、ということで今日そういうとこ行ってきましたが、ここまで僕が曲を吐いたんで皆さんもちょっと中和するためにね、ぜひ見ていただきたいなと思っております、はい、ここから先は以上です、後半もお待ちして